カビが生えやすいお仏壇ってあるんですか？それは中国製です。金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光輝でございます。2019年1月19日土曜日、今朝5時51分朝動画でございます。実はですね、おとついですね、お仏壇にもカビが生えるんですよっていう動画を出したんですよ。そしたらフェイスブックの方からですね、ちょっとお問い合わせがありまして、社長って土管した仏壇がカビが生えやすいんですかというお問い合わせですねございました。で、実はですね、こういうことを言っちゃなんですけど、中国製のお仏壇で安い仏壇は生えやすいんですよ。ここにありますけど、ネットで買うようなですね、中国製安い仏壇、これはですね、やっぱなんでか言うたらですね、生乾きなんですよね、木が。やっぱ安いですから、もうあまり十分に乾燥させずにですね、もう作っちゃうと。ですからどうしてももう生乾きで水分が残っているという形ですから、何件かありましたね。やっぱお客様がネットで買われてですね、仏壇屋さんってうちに持ってこられたことがありました。はい。で、我々ですね、リアル店舗、これはもう私たちもそうですし、この仏壇屋さんですね、やっぱり店があるから責任があるんですよ。おごられるのは自分だけんですね。だけ妙なのは扱いません。で、保証とか、もうこれはさっきの話じゃないですけど、クレームが入るのは自分だし、自分の商売がもしもそういうピシャッと対応しなければ、結局、口コミで悪い評判と広がりますからですね、これはもうちゃんとやります。はい。で、実はですね、我々はですね、安全性にもですね、仏壇で安全性って言ったら何ですかそれみたいな感じで思われるかもしれませんけど、実はですね、これホルムアルデヒドとかですね、安いのは出るんですよ。で、ある程度いいお仏壇はですね、たとえ中国製であってもですね、ちゃんと基準を満たしたいい塗料とかを使ってますね。ボンドとかもちゃんと安全なボンドを使うんですよ、実は。はい。で、今ですね、なんでそういうお仏壇も二極化というかですね、いいのと悪いのと、でカビが生えるというのは結局そういうですね、安いお仏壇が多いんですけど、はい、実はですね、製造がですね、より安くするためにですね、昔は韓国とか中国の北の方で作る、大体日本とですね、同じような気候のところで作ってたんですよ。で、ところが最近はですね、より安い労働人口、やっぱ中国も時期上がったんですね。だから、ベトナムの方と、ベトナムの隣の暖かい方、もしくはベトナムですね、インドネシア、そういうところで作るようになったんですよ。となるとですね、向こうは暖かいですね、高温多湿、そこからいきなり日本に持ってきた場合にですね、やっぱこれってやっぱり狂いとか出てきますよね。あとはやっぱさっきの話じゃないですけど、やっぱカビとかですね、ここにもありますね、狂い、歪み、狂い、割れ、それとですね、やっぱカビが生えやすいんですね。そういうリスクがありますということをですね、皆様一つ、シェアいたしました。はい。ですから、よくですね、やっぱりこうカビが生えた言うてですね、とか割れたとか言うて、お店にやっぱネットで買われたのを持ってこられます。で、そういう場合にはもう言ってください。我々がちゃんとですね、修理対応いたします。ただですね、修理はネットで買われた値段よりもちょっと高くなるかもしれません。もうこれはもうすいません。はい。その代わりですね、ピシャッと対応いたします。はい。ですから、繰り返しになりますけどですね、カビが生えやすいお仏壇というのはやっぱり中国製あたりの、安いお仏壇ですね。はい。ですから、何はともあれですね、やっぱりこう部屋の換気、最低でも週に1回でもいいですから、部屋の換気はしてくださいませ。よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで。この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。